はい、こんばんは。三重 ST417 新地登山部です。今回は先日登りましたね、富士山の時のレピーターの話をちょっとしようかなと思いまして動画を撮っています。順調にね、山の方は登っていきまして山小屋にも到着しました。場所がですね、赤岩八号館っていうところに泊まっています。で、山小屋の人にレピーターを設置したいんですけどいいですかって、はい、声をかけさせてもらったら心よくですね、いいですよと。で、まあ、外に置いとくんやったら、まあ、目立たないところがいいんじゃないかなっていうご相談も受けまして、山小屋のここら辺やったらどうかなっていうことで、溶岩を積んであるんですけど、その隙間にちょっとねセットさせてもらいました。で、セットして運用開始したんですけど、実はねこの山小屋の位置、東海方面には開けてなかったんですね。僕がね、ちょっとミスっている部分もあるんですけど、なんで残念ながら、レピーターの方ね、つながることができなかったんじゃないかなと思います。で、じゃあどっち向いとったのっていうことで、関東方面はねがっつり開けてました。で、そっち向けに一応レピーターを設置したんでということでアナウンスの方は流させてもらったんですが、多分ね一曲も使われなかったんじゃないかなと思います。一晩中一応受信の方は僕も、2台持ってってたんで、特徴を受信はしてたんですけど、繋がった形跡っていうか声が聞こえてませんでした。で、僕もねちょっと疲れてて早い段階で寝落ちしているということもありまして、朝はね早く起きたんですけど、残念ながら今回もうまくいかなかったかなと思ってます。まあ、またね、どこかでっていうかいつかね、うまく運用できる時を、ちょっとね期待して、また何回かこれ続けていきたいなと思っています。でね、特定省電力の話もそうなんですけど、目の前になんか違うのが映ってるかと思います。先日買いました、デジタル簡易無線、とうとう買っちゃいましたね。僕使わなくてもいいかなってちょっと思ってたんですけど、動画とか見てると、欲しいなと、やってみたいなと。で、もしかしたら登山にも使えるんじゃないのというところもねちょっと見ていきたい部分もあるんで、このアイコム ICDPR3、 はい、機種を買ってます。 1W 機ですね。5W 機もちょっと考えたんですけど、コンパクトで軽量っていうのがどうしても僕やっぱ山登るんで外せないんです。で、まあデジタル簡易無線の中でもコンパクト軽量って言ったらこれじゃないかな。はい、軽運動の機種もちょっとね、考えたんですけど、アイコムの方を選ばせてもらいました。今、申請中です。時期にね登録完了して書類の方が送ってくるかと思いますんで、それが来たらまあその後は山に持ってって山頂でちょっと声を出してみたいなと思います。どなたと一発目につながるかで、どれぐらいの距離飛ぶのかと。今までは特定省電力無線ばっかりやったんで、なかなかね更新の方で難しいっていうところがあったんですけど、今度はデジタル簡易無線、まだね使い方がよく分かってないんですけど、とりあえず、日は設定が、まあ、大事なんかな。日は設定とあと呼び出しチャンネルで、さえ使えるようになっとったらいいかなということで、まずは呼び出しチャンネルで声出して、日は設定したどっかの空いてるチャンネルに移動して、はい、更新していきたいと思っています。まあ次無線の動画を上げるときは誰かと喋っとるっていうもしかしたらシーンかもしれませんが、その時をお楽しみにしてください。それでは今回は特定省電力無線レピーターのお話とデジタル簡易無線買ったよという報告でした。概要欄の方にね、またこのデジタル簡易無線の
Amazon リンク貼っておきますんで、よかったらそちらの方もご参考にしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。